座ったままで OK。 まずは右から、右手で肩骨を作り、まっすぐ腕を伸ばし軽く膝の上に乗せます。左手で肩骨を包むように持ち、そのまま内側へゆっくりと曲げていきます。右手首の甲側と肘の外側の筋が伸びているのを感じつつ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。反対の手も同じく、左手で肩骨を作り、まっすぐ腕を伸ばして膝の上へ。その肩骨を右手で包むように持ち、そのまま内側へとゆっくり曲げます。左手首の甲側と肘の外側の筋が伸びているのを感じつつ、1、2、3、4、5、6、7、8。作った肩骨を緩めないのがポイント。さらにいける方は手の甲を立てるように肘を内側へ回してみてください。さあ、これで手首も腕もすっきり。午後もお互い頑張っていこう。